おはようございます。4月14日、そして朝6時の相場解説になります。セルの方に向かうよっていう方で、セルの方の意識を高めているということですけども、まあ、まんまとね、セルの方に向かってますよね。これが大きなうねりとなって、ものすごくセルに向かうのか、それとも一時的なもので結局倍に戻るのか、ここが当面の争点になってきます。それでは画面を切り替えてその辺をお話してみようかと思いますね。はい、まずデイリーでございます。デイリーは以前お話したように、今高値圏に入りましたね。高値圏に入って、ここでヘッド&ショルダーを作るんじゃないかなってところまで来ましたけども、今のところヘッド&ショルダーをなぞってますね。ですので、ヘッド&ショルダーになるんじゃないかなっていうのは間違いではなかったかなと思います。もちろん、こっからヘッド&ショルダーどころか、上昇曲線をさらに延長させるかもしれませんよ。この予測ってのは、ここがネックライン、ここがネックライン。忘れちゃいけませんよ。はい、次です。4時間、行ってみましょう。4時間ですね。4時間はね、こういうふうな形です。右肩下がりのレンジがあって、で、ボーンと上に行った。で、右肩下がりのレンジがあって、今度はボーンと上に行くんじゃなくて、そのまま下の方にずれていきましたね。で、そして今、こういう形になってます。このネックラインは、下の方に向かったということで消化されましたけども、次のネックライン、今、争点なのはここです。ここをね、今、当たってますよね、ここ、同じ水準で。これ突き抜けるかどうかなんですよ。今から見ないといけないのは、今日見なくちゃいけないのが、その辺を1時間で見ていきます。さあ、1時間でどうでしょうか。一応昨日セルで入った方は利益取れたと思うんですよね。ただ問題はそういう風な小さな幅じゃなくて、ここを超えたら、今超えようとしてますけども、ここを超えたら大きくセルの方に向かうよってことなんですよ。それこそね、108円台に入ったら、あ、ちょっと30ピップス、40ピップスは狙えていけるようなブレイクが起きると思いますんでね。それを期待して待ってみましょうっていうのが、今回のお話でございます。1時間で見ると全体的には、もうセルの方に向かってるでしょ ?1 時間。ね。ですから、全体的な大きな時間軸では倍だったんですけども、これにもうね、変わり目が来てるってことなんですよ。ちょうど、バイデンさんがトランプさんと変わった時に変わり目が来て、セルから倍に変わったように、今回は倍からセルに、同じバイデンさんの中でも変わっていくんじゃないかなと思います。まあ、要するにね、買われ続けることはないってことなんですよ。買われ続けると、今度は売りの勢力が当然出てきますんで、売りに転換していくと。そういうふうなね、上下のうねりを繰り返して相場っていうのはできているから、今回もそれに習った動きになるんじゃないかなと思いますよね。ではですね、今ちょうど、黄色いゾーンにかかっているところですから、これが跳ね返って上の方に、倍の方に向かうのか、それともね、突き破ってセルの方に向かって、で、エントリーして30ピップス取っていけるのか、これを今日注目していきましょう。今日はエントリーポイントが見つかると思います。それでは。